シヌクレイのパチーは神経細胞、神経繊維、またはグリア細胞におけるアルファシヌクレインタンパク質の異常な凝集体の蓄積を特徴とする神経変性疾患である。シヌクレイン病には主に3つのタイプ、パーキンソン病、レビー小体系認知症、多系統萎縮症がある。様々な神経軸作ストロフィーのような他の稀まれな、 疾患にもアルファシヌクレーン病変がある。シヌクレーノパチーは、パーキンソニズム、認知障害、睡眠障害、及び幻覚の特徴を共有している。シヌクレーノパチーは、おそらくシヌクレーンとタウタンパク質の相互作用のために、タウパチーと重複することがある。レム睡眠行動障害は、RBD を持つ人がレム睡眠中に正常な筋肉の緊張を失い、 夢の中で行動したり、その他の異常な動きや発生をする睡眠時、随伴症である。睡眠時の異常行動は、他の症状の数十年前に現れることがあり、多くの場合、死ぬクレいのパチーの先駆症状として現れる。冒険では、睡眠ポリグラフ検査で、RBD が確認された患者の94から98%に、死ぬクレい異常症が認められ、その多くは、DLB。 または PD である。特定の死ぬクレイのパチーの他の症状は、通常、RBD 診断から15年以内に現れるが、RBD 診断後50年までに現れることもある。アルファ死ぬクレイの沈着は、心筋や血管に影響を及ぼす可能性がある。死ぬクレイのパチーのほとんどの人が心血管系の機能障害を持っているが、ほとんどは無症候性である。 咀嚼から排便に至るまで、アルファシヌクレーン沈着は、あらゆるレベルの消化管機能に影響を及ぼす。症状には、異不全麻痺などの上部消化管機能障害や、便秘や、瓶の通過時間の延長などの下部、消化管機能障害がある。シヌクレーのパチーの人では、尿閉、夜間の尿意覚醒、尿の回数や、切迫感の増加、及び、膀胱の過活動、 または過小活動がよく見られる。性機能障害は通常、死ぬクレイのパチーの初期に現れ、勃起不全、オーガズムの達成、または射精の困難を含むことがある。PD 患者は DLB 患者に比べて一般的に幻覚にとらわれにくい。DLB では PD よりも安静時の新鮮の発生率が低く、DLB のパーキンソニズムの兆候はより対照的で、ある。 MSA では自律神経機能障害の出現がより早くより重篤であり協調性のない動作を伴うが視覚的幻覚や認知の変動は DLB に比べて少ない。排尿障害は MSA の初期症状の一つであり重症化することが多い。アルファシヌクレーンは非相動末端接合経路による DNA 日本左折団の修復を含む DNA 修復プロセスを調節している。アルファシヌクレーンの DNA 修復機能は、レビー固定風入体神経細胞では低下しており、これが細胞死の引き金となる可能性がある。パーキンソン病のシヌクレーのパチーマウスモデルの研究から、アルファシヌクレーンの病院が DNA 損傷の増加と DNA 損傷応答の活性化に関連していることが示唆された。 ありがとうございます。